古今和歌集は、平安時代前期の直線和歌集。全20巻。直線和歌集として、最初に編纂された。略称を、古今集という。古今和歌集、彼女彼女の冒頭。古今山と歌集女と最初に書くが、通常の古今和歌集の伝本には、この題はない。12世紀頃の書者で国宝に指定されている。大倉宗古館像。 ココ和歌集和歌で書かれた彼女とマナ女の二つの序文を持つが、彼女によれば、第五天皇の勅命により、万葉集に選ばれなかった古い時代の歌から、戦者たちの時代までの和歌を選んで編纂し、演技5年4月18日に創造された。ただし現存するココ和歌集には、演技5年以降に読まれた和歌も入れられており、騒乱の後も内容に手が加えられたと見られ、 実際の完成は、演技12年頃との説もある。戦者は、木智則、木貫之、大志高地の三つ根、ね、三ミネの4人である。序文では智則が、筆頭に挙げられているが、彼女の署名が貫之であること、また巻、第16に、木智則が見まかりに行けるときに読めるという言葉書きで、貫之と三つねの歌が載せられていることから、編参の中心は、貫之であり、 とものりは途上で没したと考えられている。その成立過程については、以下のように、彼女、マナ女の双方に記載されている。演技5年4月18日に、大内危機とものり、ご所書、安ずおさむらゆき、毎回少なめ、大志高知の三つね、エモン不正、三蓋ダミネラに仰せられて、万葉集に入らぬ、古き歌、自らのをもまつらしめたまいてな、結べて、地下。 二十巻、名付けて、ここむは歌集という彼女ここに、大内危機とものり、ご所書、あずおさむつらゆき、前回すくなめ、大志高知の三つ根、ね、江門不正、三豚が峰等に御事とりして、各歌集、並びに、古来の旧歌を建前しめ、俗万幼集といわくふ。ぜにおいて、重ねて御事とりあり、建つるところの歌を部類して、六して二十巻となし、名付けて、 古今和歌集といわくふ。時に、演技五年、年はお中に過ぎる四月十五日、新願のつしみて女子、マナ女これらを見ると、編集は、古歌の収集と分類、部だけの二段階で、演技五年に騒乱としている。しかし、上でも述べたように、古今和歌集には、演技五年以後に読まれた歌が含まれているので、この、演技5年4月を、放直の時期と考え、騒乱はもっと、 後だとする見方もある。ただし、女に、騒乱の日が書か,かれず包直の日付のみを記すとは、考えにくいことから、完成後増補改定されたとするのが、一般的である。なお、両女の日付が異なる理由は不明である。また、マナ女に出てくる、俗万葉集という署名は、彼女を含めた書には見えない。貫之の鹿集である、貫之集巻、第十二話、という和歌があるが、 その言葉書きには、演技のお時、山和った知れる人々、今昔の歌、盾松らしめたまいて、昇降殿の品がしなるところにて、選ばしめたもう。はじめの日、夜ふくるまでとか食いふわひだに、午前の桜の木に、ほととぎすのなくを、四月の六日の夜なれば、目ずらしがらせたもうて、飯出したまいて読ませたまうにまつるとあり、これが、ここは歌集先週のことであるとされる。 その開始日は4月の6日とあるが、これが演技5年のことだとすれば、わずか10日ほどで先週が終わるとは考えられず、実際には1年、または数年を要したとみられる。全20巻で低下本によれば過数は総勢111 11種、前述のように関東に、彼女、関末に、マナ女がつくが内容は、おおよそ同じである。女は、きつらゆき、マナは、 吉清吉の作とされる伝本によっては、まず関東にマナジョ。次に彼女があって、その次に本文が始まるものがある。ただし、マナジョを持たない伝本も多い。この両者の関係について、マナジョが正式なもので、彼女は広大の自作とする。説やマナジョより彼女の方が前に書かれたとする説。説マナジョが先でそれを参考に彼女が書かれ。 彼女が正式採用されたとする説もある。久し総上昇は、縁起6年2月内始動7年正月の間に、貫之は彼女を執筆したようである。マナ女は、清持が依頼を受けて執筆したもので、監視文に関する先行文献を参照してはいるが、すでに制っていた、聖戦本家の女も参照し、ことに六化戦表、先週事情を述べた女王などには、 その痕跡が著しいとして、彼女がマナ女に先行すると主張している。歌の中には、超歌五首、瀬戸歌四首が含まれるが、残りはすべて短歌である。二十巻からなる内容は以下の通りである。荒野切れ巻き、第一春歌上の冒頭、五島美術館像。巻末の撲滅歌とは、低歌本のみにあるもので、藤原定歌が、いえいえ少々本の本ながら、 書入れ墨目使い間別書のと前置きしてまとめた十一種の和歌のことである。なお、定歌本をはじめとする古い伝本では通常、巻、第十までを上巻、それ以降の巻を下巻として分け上下二冊の冊子本としている。ここ無和歌集で確立された分類は和歌の分類の基範となり、歌会、歌論などにおいて使われただけでなく、 後世の直線和歌集に形を変えながら継承され、またレンガにおけるさらに細分化された句の分類の基礎ともなった。巻十九冒頭に短歌という表目で長歌が収録されていることは古来謎とされてきたが、2000年に小松秀夫が新説を提示している。古今集書斎歌のうち四割ほどが読み人知らずの歌であり、また先者四人の歌が二割以上を占める。以下、 日周歌数順に代表的歌人を挙げる。対象は、撲滅歌を含む1,111種。巻、第15、殿下ご初集の803番の歌は、剣芸の歌とみなす。ここも和歌集は、直名により、国家の事業として和歌集を編纂するという伝統を確立した作品でもあり、八代集21代集の第一に数えられる。 平安時代中期以降の国風文化確立にも大きく寄与し、枕の創始では古今集を暗唱することが当時の貴族にとって教養とみなされたことが記されている。収められた和歌の他にも、彼女は後世に大きな影響を与えた過論として文学的に重要である。中世以降、古今和歌集についての講義や解釈は次第に伝承化され、 やがて古今伝授と称されるものが現れた。これは古今和歌集の講義を師匠と定めた人物より、受けその講義内容を筆記し、さらに師匠から、その筆記した内容が伝えたことに誤りはないか、どうかの認可を最後に受けるというものであった。この古今伝授は、当時の公家や歌人にとっては重要視され、朝廷を中心とする御所伝授や地下伝授、境伝授と呼ばれる系統が形成されていった。 細川雄斎が、丹後田辺城で、石田三成の軍勢に囲まれ、死を覚悟したとき、この古今伝授を、山条にしみえから受けていたので直主が丹後に、趣は義きぎを講じ、その結果雄斎は城を開いて、亀山城に移ったという話がある。かように大事にされた古今伝授は、藤正春によれば、実際には、この歌に読まれている木は、 どこの木といった由来に関する内容のものであったという。元織の織長は、はい、足小舟で、これを、古代の鉄像であると痛烈に批判している。しかし当時における、古今伝授とは単なる古典の講義ではなく、古今和歌集の和歌が、当時の教養層が和歌を読む、際の手本と申され、その手本を通して、和歌の読み方を学ぶ、科学教育のカリキュラムとして行われたという意見も、ある。 古今和歌集は上で触れた、枕の創始で見られるように古くから、その評価は高く、源氏物語においてもその和歌が多く引用されている。また歌読みにとっては和歌を読む、際の手本としても尊ばれ、藤原俊前はその著書、古来風からだ章に、歌の本からだには、ただ古今集を仰ぎ信ずべきことなりと述べており、これは古今和歌集が歌を読む、 才の基準とすべきものであるということである。この風潮は明治に至っても続いた。ただし、江戸時代になるとその花風は、鴨の間縁などにより、万葉集の、マスラオブリと対比して、田をやめぶりすなわち女性的であると言われるようになる。しかし、明治21年、正岡式が、再び、歌読みにあたうる書の中で、貫雪は下手な歌読みにて、古今集はくだらぬ集にて、 言のこと述べて、以降、古今和歌集の評価は著しく下がった。その背景には、当時、古今集の花風の流れを組む敬遠派への批判もあったと言われるが、古今和歌集は人々から重要視されることがなくなり、その代わりに、万葉集の和歌が雄大素朴であるとして高く評価されるようになった。和辻哲郎は、直接には言わないが、 古今和歌集の和歌が総体として愚劣であるとしており、萩原作太郎に至っては、少子な低農家が続出、愚劣にずは凡庸の歌の続出であり、到底検体して読むに対えないとまで罵倒する。そして現在は、愚劣という言葉こそ使われないものの、万葉集を尊び、古今和歌集はそれよりも劣ったものとする前代からの風潮は大勢として変わってはいない。その中でも、 三島幸男のように、古今和歌集を高く評価した人も一部ではあるがいる。古今和歌集については古くは、貫之自筆の本と称するものが三つ伝わっており、そのうち、醍醐天皇に騒乱した本には、彼女もマナ女もなく、皇后、藤原恩氏に立て祭った本と貫之が、自宅に留め置いた本には、彼女はあったが、マナ女はついていなかったという。現在、 古今和歌集の本文として、もっぱら読まれているのは、藤原定家が著者肯定した系統の写本をもとにした、ものである。しかしその本文については、定家以前のもの、また、定家本以外のものも、以下のように伝存する。これらの本文は、現行でルフする定家本から見て、歌の出入りがあるなど相違するところが多く、その中でも特に、玄英本は、激しい相違を見せている。本来、 巻小本や冊子本として作られたものが数行分を切り取って掛け軸にしたり、手鏡に貼るなどされてバラバラになったものである。荒野切れ巻き、第20、あずまの冒頭部分。玄影本彼女の部分。漢本として現存最古とされる書物とされている。玄影3年7月27日の奥書きを持つ。彼女を関東に記すが、マナ女は記されていない。 近年になって世に出た藤原均等筆と伝わる漢本で、デッチョウソウの上下二冊の冊子本。ただし、彼女とマナ女はいずれも欠けている。用紙は、いろいろの染め紙に金銀の箔を散らすなどの装飾を施す。小松茂美は、書風や紙の装飾から十二世紀初め頃の書者であり、歌の出入りや順序について、他本には見られない異動があるが、 本文は、荒野切れや幻影本及び、清助本に比較的近いとする。また表紙は、江戸時代初期の頃に改められており、その時に付けられた大船の文字は、筆跡から、御子と順法新郎の筆と推定している。清助本御子と教格文庫像。巻、第一春夏状の関東。紙面の上下に作られた余白には、仮数や作者についての宙などが書き込まれている。 藤原清介が所写した系統の伝本。貫之が皇后を恩師に建て祭ったというおのこ太大号宮本を転写した藤原通詞の本を定本とし、定下本にはない多くの異本か、漢物などの記載を特徴とする。金女を冒頭に置き、マナ女を漢末に持つが、マナ女は本来素本になかったのを付け加えたものである。清介は皇日の定下と同じく古今和歌集を 幾度も書写しているのが伝本や文献の上で知られるが、そのほとんどが通詞本を定本としている。この清助本に、検証が中途行為を加えたものを、検証本と呼ぶ。なお、平成29年1月、東京大学資料編纂所書を中心とする共同研究チームは、林原美術館の収蔵品調査で、清助本の、ここんは歌集及び、春、恋、秋、 雑四巻の巻小本を発見している。これは、岡山藩主、池田三つが書者したもので、清助新筆の本で書者競合を行ったことを示す奥書きがある。清助本で確実に、清助の自筆とされるものは見つかっていないが、その清助自筆本が忠実に再現されている、可能性が高いという。飛鳥海摩擦筆の伝本で、貫雪が自宅に置いていた。 自筆本と言われるものの系統。このい之自筆本は、ストクインが所蔵していたことから、新印御本と呼ばれる。藤原のりが書写した、新印御本を手本とし、巻末には、正擦のこのアスカのりさだが父、正擦の親筆である胸の奥書きを加える。彼女はあるが、マナ女を書く。ノりすけギれ藤原春勢筆。巻、第六十日の断巻。 東京国立博物館像、藤原春勢の書者になる系統で、新因後本を藤原元俊書者の本でもって競合したもの。冒頭に、マナ女、次に、彼女があって本文が始まるが、昭和切れには、彼女とマナ女のいずれも書く。春勢はその時々の判断によって本文を定めたので、同じ春勢本と呼ばれる伝本でも本文に移動を生じており、また、 定家本では巻末にまとめられた、撲滅家十一種は、春税本では本文に書き記されている。なお、元都市本は現存しないが、その内容は、マナ女が冒頭にあってかなじょは巻末にあり、本文は最下行一によれば、筋切れに近いものだったという。定家本表紙の画像。第五の文字は、定家ではない後人の筆である。冷静やしぐれて文庫像。 藤原定家は確認できるだけでも17回、古今和歌集を所写しているが、そのうち、自筆本が2種、転写本系統のもの9種が今に伝わる。その本文については、春税筆昭和切れを定本とし、工程を他本によって行っている。ただし、春税本と同じく、定家本も、伝本によって本文に移動があり、刊末に、マナョがある本とない本がある。 このうち重要なものについて以下4種を挙げる。平成22年には、低下本系統で、鎌倉時代初期の写本も見つかっている。下記はその概要。荒野切れ巻き、第8離別化の冒頭。国宝、毛利博物館像。ありがとうございます。